は、青い空、茶色い大地。茶色い荒れ果てた大地だ、ここはな。は、君は誰なんだ？そうだな、誰なんでしょう。誰にしよっかな。あ、言わずもがな、スプラトゥーン3の実況動画なんですけど、これって。私結構タコちゃんが好きなんですよね。私はタコちゃんかな。君の色を教えてくれ。まあ、最近、昔はもう色白一択で言ってたけど、なんか最近ね、肌色の良さが分かってきて、中間ぐらいにしとこうかな。君の目は何を映す？これさ、あれですね、スプラトゥーン3の前夜祭の時にも決めてたんですけど、私この赤と青のやつが可愛いので、これにしますね。君のヘアスタイルを教えてくれ。これね、なんか、いろいろ選べるんですけど、なんかこれいいよね。アフロとかさ、ポケモンの女幹部みたいじゃん。まあ、でも私が好きなのは、これ。センター分けの。で、眉毛は、普通だな。やっぱ普通が一番、眉毛は。最後に生かしたボトムスね。なんかあんまり、パッツパツのやつを履きたくないし、足を出したくないというのがあって、ただこれはちょっと少年すぎる。この、引っ張るとこがついてる。絞れる。まあ、これかな。これが君の姿？そう。そう。なんだお前は。目乾燥しねえのか？え？君は？じゃあどうする？これめっちゃキモいわ。これめっちゃキモいよな。これかな？パイナップル。これが君たちの姿？そう。そう。なんで私たちはこんなところにいるんだ。あ、すごい。東京タワーが突き刺さってる。君は生かした奴になりたいか？だったらバトルで、このクレーターの地を探検しながら。スプラトゥーンの実況を撮るときって、横向かないとね、コントローラーが暴れちゃうから、大変なんす。大変なんす。あ、感度が悪い。感度が悪いな。タコになったり、イカになったり。なんか今作はさ、イカロール？イカロールだかいう、新アクションがあるんですけど、そんなもん知ったこっちゃない。もう、能動、何？もうすぐに動くことしかできない。考えて動くとかできないよ。よっしゃー、行くぜー。チュートリアルなんて、もうペンペンペンよ。チュートリアルなんてもうペンペンペンで行かせてもらうわよ。おー。やばい。私カメラ感度いつも最大ぐらいにしてるから、とてもとても動きづらいですね。もうグワングワン動いた方がいい。ぴょんぴょん。よっしゃー、ドケドケドケー。うおー、うぅ、うべべ。うおー。お、なんか今、鮭、大丈夫かお前。なんか、大丈夫？うつろじゃないなんか。ペソンって感じでさっき落ちてきたし。大丈夫かな？よっしゃー。R でボムを投げる。あ、乗ってる。いいね。いいね。よーし、ウォーミングアップはバッチリ。なんか新アクションの説明も今あったけど。ポッポー。有無を言わさず、電車に乗りましょう。すごーい。現実ではありえないアングル。線路の上にカメラがあるから。すごーい。あー。あの人すごい魚顔。みんな目乾かないのかな？わざわざこんな乾燥した地域に魚類が住まなくてもと思います。眩しい。右下のこのロードのやつも 3D になってね。3にちなんでいますか？
え、飛行機も飛んでてすごい。こういうところに住むのってうるさそうだけどちょっと憧れる。ああ、スクショタイム?というわけでね。スプラトゥーン3ですね。これがね。まあ、やろうよ。ちょっとストーリー的な部分をやりたいなと思ってきてます。うわー、かわいい。とうとう出番ですか、スイミ連合。こっから何年間もずっと働かなくちゃいけないんですね。いやー、新しいステージとかもきっとあったりしてね。てんてけてけぽん。へー。全然わかんねえ。バトルではスペシャルの使いどころ。え、ゲージが溜まったらすぐ使った方がお得じゃろ?あ、そうそう。クマさん紹介がね、24時間オープンしているらしいですよ、3では。いやまあ、スプラトゥーン2の実況やったの昔すぎて、今、なんかこういうこと言っても、あ、そうなの?みたいな。え?オーデンチナマズが行方不明?毎回これだな。よっしゃー、気合で節電だ。節電ポイントを貯めよう。見つけたら連絡してね。今はこんなとこやな。あれがストーリーモードですから。かわいいわ。ようこそ、パンカラ街へ。やったーって書いてある。ここは今、急速に発展している生かした街だ。この街ではどれだけ生かしてるかがステータス。あっちにバトルに参加するためのロビーがある。街の奴らに認めてもらうにはとにかくバトルだ。こんな世界絶対に嫌だ。陰キャに優しくない。なんだあの老人は、ものすごくこっちを見てるような。怪しい!怪しすぎる!気を取り直して、何はともあれ行動あるのみ。ちょ、クラゲが押してくるんですけど。ロビーに行ってバトルをするもよし、怪しい老人の様子を見に行くもよしだ。君の健闘を祈る。とうとう来てしまったか。お、めっちゃ見てる。まずはこの街を探索させてもらっていいですか?ハローワールドだ。チョキが勝つ。ハローワールドといえば、あ、なんか、サム、え、この辺の人たちなんか、実際に存在してなさそうな、ティアな、人がいっぱいいるね。これで一回オンラインの波に潜ってしまうと、いなくなってしまう人々でしょうね、これ。あ、本名を書いてるね、子もいるね。本名を書いてるキッズ的な子もいるね。いろいろ見たいじゃんね。あ、これね、この人に話しかけると、ステージの散歩をさ、ずっとできるらしいよね。エリック。絶対嘘じゃん。絶対存在してない。わー、これは何屋さんだろう。タピオカ的なものでしょうね、このつぶつぶ感は。服屋さんとかもさ、見たいんですけど、ランクが4以上になんないと売らねえよって、すげえいじめられるので、まあなかなか入りたくないなーとは思うんですけど、まあ、見るか。こんにちは。こんにちは。いじめないで。出た!ヤシガニさん。あれで?君ちょっとダサいよ。大丈夫?頑張って行かしてこ。ロビー、ナーバイしてたらランク上がるし、そしたらキュンキュン行かしてくるよ。ランク A になったらまた来てね。待ってるよ。なんかこの人すごいね。ざわざわする。心が。なんか怖い。なんか、めちゃめちゃエロい、めちゃめちゃエロいスプラトゥーンの同人で、モブオジポジションで書かれる感じがする。多分だけど。こんにちは。武吉、こんにちは。その武器しか持ってないんですか?新しい武器を使いこなして、早く生かしたやつになるでし。と言いたいところですが、ランク1とか経験足りなさすぎですし。僕の武器を可愛がるにはせめてランク2になっててほしいですから、ロビーに行って縄張りバトルを何回かやってランクを上げてくるでし。うぜえ。みんなこうですよ。皆さん。いやー、しかしここのバンカラ街広いんすよね。もうこう。
広いっすよね。ここの地下鉄っぽいところもなんか後々あるのかな。あ、わー、すり身連合だ。手振って。え、かわいい。なになになに、こっち見てくれ、こっち見て、こっち見て。あー、パーサもらっちゃった。パーサもらっちゃった。で、この人ね、大人になっちゃって何年経ったの、あの時から。うっす、あんたあんま生かしてねえのな。ランク4、うん、ランク4が何なんだよこの世界の。なんでみんなランク4を求めるんだよ、不思議。成人二十歳から的なあれあるんだろうな。ランク4から引き下げるかどうかみたいなことがニュースになったりするんだろうな、この世界では。こういうさ、なんか遠いところまで遊びに行けちゃう、街の隅々まで行けちゃうような感じがしていいですよね。いいですよね。こういう高いところとかさ、いいじゃん。写真？写真マークが出てる。あー、そっか、なんか写真撮れるんでしたっけね、そういえば。記念に撮ろう。記念に撮ろうって。こっち見てーとかはできないのか。なんか、謎の写真を撮って。そうだね、忘れていました。写真が撮れるんでしたね。あと、私がやりたいのは、カードゲームなんですけど、カードゲームの詳細。カードゲームの詳細を聞ける場所、どこだ？俺は陰キャだから、バトルなんかせずにカードゲームで遊んでいたいんだぜ。ここだ！あら、いらっしゃい。スタッフさん？これ、金魚だよな。あら、やだ、行かしてない子はお断りなの。ランク4か。みんなランク4だよ、この世は。なんかこういう路地裏感いいですよね。素敵。こういうところにもいるんだなぁ、イカが。こっちは工事してるけど、今後広がっていったりするんですかね。まあ、じゃあやってみるか。あそこで見てる怪しい老人、怪しいご老人の話でも聞いてみようかなぁ。こんにちは。どうも。お邪魔しまーす。一体何が行われているんですか？あれ？さっきのとこ？せっかく電車に乗ってきたのに。戻ってきちゃったじゃん。あれ？帽子かぶってませんでしたっけ？帽子、撤廃したんですか？タコが来よる！あ、私ですか？はぁ、あ。おお、取り乱してすまんかった。わしはニューカラストンビ部隊の相談役をしている当たり目じゃ。確かに、ここにはイカが来るべきでした。いい目をしておる。お主のような若者を待っておったんじゃ。タコでもいいですか？バンカラ街のエネルギー源、放電池ナマズが消えた事件を知っておるか。毎度おなじみね。消えがち。あれはタコ軍団オクタリアンのシワチャチャとわしは睨んでおる。また？過去2回オーデンチナマズが失踪しておるが、どちらも原因はオクタリアンだったのでな。え？ということはオクタリアンじゃないのでは？ニンテンドーってそういうことするからな。わしはもうニューカラストンビ部隊を引退したが、気になってキャツラを見張っておったわけじゃ。頼む、わしに協力してくれんか。キャツラからオーデンチナマズを取り返すんじゃ。と言われても。そんなこと、来ていきなり言われても。あ、鮭そこに入ってるんだ。かわいい。赤ちゃんじゃん。黙っとるっちゅうことはイエスっちゅうことじゃな。よし、今日からお主をニューカラストンビ部隊隊員3号に任命する。
やつらのインクに、お、対抗できるよ、特製のヒーロー装備をくれてやろう。すごい、いきなり。耳がかわいいね。サイズもぴったり。ちと、ゆったりしておるが、まあ問題なかろう。前の3号のお下がりじゃからな。前の3号あんじゃ、レッツゴー、以下よろしい。ぬ、さっきから気になっておったが、この小邪剣は主の相棒か。バイト先から盗んできました。やる気満々じゃな。でしょ？なんかバグりそうで怖い、こいつ。なんか落っこちても。どんだけ高いところから落っこちても死ななそう。以下よろしくー。ほら、はしゃぐな、はしゃぐな。ちょ、竹を食いたいと言っています。グレーター。ちょ、はしゃぐな、お前。この。オクタリアン基地を見つけるんじゃ。あ、なんもねえ。なんもねえとこだな。何ここ調べる。あ、それはニューガラストンビ部隊の司令の似顔絵じゃ。よく描けておるじゃろ。これが司令は先代の3号として活躍しとったんじゃよ。お主司令のことを知っとるんか。え、何司令って前回のやつ。前回のやつなら知っとるわ。どうじゃ、その似顔絵そっくりじゃろ。じゃあいい感じということにしといてやろう。今度サンガも書いてやるぞい。何か設定しておいた方がいいのかもしれないけど、そういうことにしといてやろう。どうしたの、食べたいのか。なんか目玉焼きあるもんな。何の卵なんでしょうね。よし、行くぞ。行くぞ、鮭。これなんか、謎のインクない？ケバインク。ケバインクには触らない方がいいぞ。え？触ったらボン。どれどれ。うわー、なにこれ。え？ケバくなっちゃった。こんな、一発アウトの？一発アウトのインクがある。頑張るんだぞ、鮭。触ったらボンじゃ。ボンでしょうけど。道を塞いでるケバインクが見えるかの。おそらく丸っこいのがコアじゃ。うわ、なんかこれゼルダの世界にあるぐちゃぐちゃみたいじゃん。あのコアがケバインクを支えておると見たが、奴にはインクが効かんようでな。じゃあどうするんですか。ひとまず無視してタコどもの基地を探してくれ。これ何？ん？あ。ケバインクだらけじゃな。見れる。あ、なんかあるぞ。なんかあるぞー。あー、ここがナンバーワンね。じゃあ、手始めにちょっと見てくるか。行くぜ。何々タコは存在した？そうだ、私は今回イカではなくタコでした。よーし、張り切っていくぞ。こういうの集めた方がいいんですよ。周囲を見渡して、絶対あると打つべし。あ、着地か。スーパー着地。スーパー着地。太陽見合わす。戦場の鉄則。なんか、やばい。感度。感度変えて。感度変えてくんの忘れた。次回変えます。次回変えるんですね。ゴム風船じゃ。とりあえずドカーンでウハウハだぞ。こういうイクラとか集めたくなっちゃうよね。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんかさ、隠しあるんでしょ、どうせ。スイッチじゃん。塗ってみ。あ、どれ？どれのこと言ってる？あれ？どうせ隠し要素あるんでしょ？知ってるんだから。なんか、あれですね。こうやると、カーソルが、カーソルがあんな風に出る。ちょっと遠いの。R で小邪気に助けてもらえんか。R？ あ！どうすんの？え？は？お前あれ、なんかしてこい。うわ、ピクミンじゃん。これピクミンだったんだ。そう、なんでいるのかな、どういう要素なのかなと思ってたけど。そういうことね。
ほら、行け。やっててくれ。あー、こっちも遠いな。頑張れ、頑張れ。負けれな。なんか喋ってるし。じゃあ、一緒にやろうね。一緒にやろうね。これ、これ落っことしたら、えい。あ。あー、よかった。受けるなぁ。今後はこれを使わないと通っていけないギミックとかもあるんでしょうね。ふぅー。あ、なんかいるね。あれに見えるわ、タコトルーパーじゃ。絶対あるでインク当ててとっちめてやれ。まあ、とっちめてっていうか、ぶっ殺すというか。ススー、なんかインクがさ、ドゥイドゥイじゃない？なんか。インクの色変じゃない？これ当たったら一発ってこと？いやでも違うな。ケバくない、これは。ケバくない。消せるし。なんか隠しないかな？ないな。1じゃまだないか。よーし。電池ナマズ来たー。よっ。わあ。ちょ、決め顔。取りました。取りました。いやー、やりましたねー。とりあえず、ステージ1クリアか。ナイスジャッタとサンゴ、わしの若い頃思い出すわい。電池ナマズが囚われておったが、こいつもエネルギー源の一種じゃ。大電池ナマズもこの先にいる可能性が高いぞい。やったー。この先っつってもさ、ケバインクのせいで進めんの。このコアがある限りケバケバし続けるんじゃろうな。ね、相棒の小邪気が何やら言いたげじゃな。そうじゃ、小邪気はいくらでパワーアップすると聞いたことがあるぞい。え ?R をカチッと押し込んで。ほら、いくらだぞ。え？えい。あ、どういう原理？コアを食べよった。小さな体でパワフルじゃのう。これで先に進めるわい。え、この相棒が最終的にさ、この相棒がさ、最終的にさ、敵になりそうじゃない？大丈夫？なんかそういうのありそうだなーって思うよ。あ、カモンで呼べるんだ。なるほどね。え、でももうない。え？あ、数が違うんだ。100とか300とか。で、こっちに行けるってわけか。なるほどね。じゃあ次回からゴリゴリこういうのをクリアしていきます。ゴリゴリやっていきましょう。